しくお願いいたします。ただいまご披露させていただきました演目は盛岡三叉踊りの七夕崩しという演目でございます。天の川を奉り、水に願いが届いて豊作になりますようにとの祈りが込められた踊りになっております。またその次に栄える夜の踊りと書きまして、エイヤサ踊りをご披露させていただきます。エイヤサ踊りは盛岡三叉踊り8月1日から4日まで開催されておりまして、その三叉踊りが栄えますようにとの思いが込められております。また今回東京オリンピック・パラリンピックの成功になりまして、五輪の輪をイメージしたフォーメーションを取り入れております。エイヤサ踊りに続きましてご披露いたしますのは復興踊りという演目でございます。悪を追い払って家の中に福が舞い込むようにとの願いが込められた踊りで、福を呼ぶと書いて復興踊りと申します。本日ご来場いただきました皆様にも幸せが訪れますよう願いを込めて踊らせていただきます。そして最後にご披露いたしますのは盛岡市大宮地区に古くから伝わる伝統三叉踊りの代表的な一つ十二拍子でございます。記念すべき年となる2020を表現するフォーメーションを考えました。それでは引き続きお楽しみください。
Hey!